瀬田交差点は、東京都世田谷区にある交差点である。国道246号、国道466号、東京都道311号環状8号線、東京都道427号瀬田ヌクイ線の、結節点になっており、国道466号及び、東京都道427号瀬田ヌクイ線の、起点である。 北緯35度37分16秒、計百139度37分53秒、北緯35.62111度,度、百三139.63139度、35.62111、十3 9 6 3 1 3 9に位置している。瀬田交差点前景地図瀬田交差点は、瀬田谷区の中央南部に位置する、本交差点は、カ八パチ通りと、 国道246号を接続する。国道246号は渋谷、目黒、世田谷、川崎、横浜方面を連絡する幹線道路であり、カンパチ通りは東京特部の南部、西部、北部において複数の幹線道路を連絡する環状道路である。カンパチ通りを中心に本交差点の位置を外観すると、 カンパチ通りを開始北側約700メートルに、東名高速道路東京 IC や、首都高速3号渋谷線用画出入り口があり、また同じくカンパチ通りを開始て、南約2キロメートルには、第3京浜道路多摩川 IC がある。また、北には、首都高速4号新宿線、中央自動車道高井戸 IC や関越自動車道、ネディマインターチェンジ、国道20号、 大梅街道などの幹線道路があり、南には、第三京浜道路の他目黒通り、国道1号、国道15号があり、環八通りの南端は羽田空港につながっている。こうした位置にある関係上、都内各地、もしくは高速道路を介して、東京伊勢、伊北各地より、国道246号や、第三京浜道路を介して、川崎、横浜、 もしくは目黒、渋谷方面または羽田空港方面に向かう車両が本交差点を通過することとなる。このような環境に加え本交差点南側は数十数百メートル沖きに信号のある交差点が連続し高速度での円滑な通行を基とした構造になっていない。以上のようなことから本交差点はカンパチ通りの渋滞が頻繁に発生する渋滞の名所となっている。 他方、国道246号は、本交差点を、瀬田立橋で、アンダーパスしているため、本線を通る車による渋滞は見られない。瀬田交差点。瀬田交差点歩道橋上西側において、東京都道427号瀬田抜くい線、洋画方向を望む。正面が、洋画、瀬田谷ビジネススクエア SBS タワー、左右が、カンパチ通り。 国道246号下り方向は、交差点手前では片側3車線となっており、最も左車線は側道へ、残り2車線が投交差点をアンダーパスする。上り方向は、交差点手前では、片側4車線となっており、左側の2車線は側道へ、右側の2車線が投交差点をアンダーパスする。関八通り外回りは、 交差点手前で片側四車線となっており、最も左側が国道二百四十六号への左折専用レーン、最も右側が国道二百四十六号への右折専用レーンである。環八通り内周りは交差点手前で四車線となっており、最も左側が国道二百四十六号もしくは東京都道四百二十七号への左折専用レーン、最も右側が 国道246号への右折専用レーンである。東京都道427号瀬田抜く移線は、左折専用、左折及び直進、右折専用の3車線からなる。また同線は、環八通り外回り及び玉川通りの堀からは、車両の進入はできない。交差点への流入交通量を溶岩駅に向かう道路は、交通量が少ない。方向から進入する車両は、 直進が多く、他の3方向では右折車、左折車が30%ないし35%を占めることが読み取れる。警視庁交通部交通規制課、交通量統計表によると、日中に瀬田交差点を通過する車両は、1時間あたりおよそ8000台前後である。朝夕のピーク時には9000台を超える。交差点を通過する車両のおよそ7割は直進する。 12時間の交通量は、総計96,084台である。同日同条件の下で調査された東京都内100、交差点のうち、瀬田交差点は4番目に交通量が多い。9万5000台を超えるのは、桜田門交差点、大橋交差点、大原交差点、大和町交差点の、計護地点のみである。東京都道427号瀬田抜くは、 国道246号の旧道であり、用が多摩川大地区の生活道路となっている。瀬田交差点を通過する車両のうち、東京都道427号瀬田抜く伊線へ流出する車両は全体の1%に満たない。東京都道427号瀬田抜く伊線から流入する車両も全体の3%程度であり、青信号時間はおおむね5秒程度と短い。 歩道部分が玉電瀬田停留所跡。手前の道路が軌道跡。奥は玉川通り、瀬田立橋速道。瀬田交差点には、1969年まで玉川電車の瀬田停留所があった。停留所の位置は、玉川警察署瀬田交番の前で、玉川通り下り線側、二子玉川園方から見て、電車線と玉川通りとが合流する箇所である。現在、 停留所跡は歩道として整備され、停留所付近の軌道跡は駆動となった。二子玉川園駅を発車した電車は、行前時間までは、現在の田園都市線の線路に当たる位置に存在した専用軌道を進み、そのまま勾配を登って、瀬田停留所に到着。瀬田を発車後、カンパチ通りを横断し、旧大線街道へほぼ直進し、 平洋軌道で洋が停留所へと向かっていた。ありがとうございます。